ダンサートーク MC のさやかです。よろしくお願いします。 M ステの35周年、皆さん見ました？さまざまなアーティストさんがすごいパフォーマンスをね、いろいろ繰り広げてくれたと思うんですけれども、やっぱダンサーがね、見ててやばかったって上がったパフォーマンスといえば、三浦大知さんとパフュームさんのこのコラボのパフォーマンス、えぐかったですよね。ということで、女性ダンサーさんがね、こう現れてこう出てきてバシッと踊ってくれたと思うんですけど、ミキコさんのダンスカンパニーのメンバーでありますイレブンプレイのダンサーの方が今日はお一人ゲストで来ていただきました。上がるめっちゃ上がるということで、早速こちらのゲストに来ていただこうと思います。本日のゲストダンサーはこの方です。ほゲストダンサーかおりさんです。よろしくお願いします。来てくれためっちゃ嬉しい。どうも、まず YouTube とか見ます？普段見ます。あ、ほんと本当ですか？はい。どんなチャンネルを普段は見たりするんですか？ダンスやっぱり、猫今最近家族に猫が増えまして。あら、そうなんですね。いや、猫は可愛いな。猫ちゃんの動画をよく見てます。見てます。可愛い。イレブンプレイって聞いたら、やっぱりこうミキコさんのイメージとかもすごいあると思うので、うんうん、大人かっこいいみたいなね、クールなパフォーマンスみたいなイメージがあるかもしれませんけれども、結構喋ってみるとね、どんなキャラなんだろう、こんなキャラなので。こんな感じです。踊ってる時の雰囲気とやっぱりダンサーさんって喋ると結構雰囲気が違ったりするのも、私はその魅力の一つかなって思っているので、今日はね、かおりさんと喋っていきたいなと思うんですけれども、ちょっと緊張しますよね、まだ、うん、こっち見たりすんといけんし、こっち見て喋りたいし。身内しか多分見てないので。でも身内のさ、共通の人が多いじゃん。あ、そうなんですよ。そうあすかちゃん、それは姉ちゃんですね。もちろんの姉ちゃんですね。姉ちゃんもね、もともとはすごいね、あの上手なダンサーの子だったので、こうって姉妹でね、ちっちゃい時から踊っていたので、うん、まあだから香織さんも言ったら関西からね、あの知ってるダンサーの方なんですけども、うん、まあ、一番お会いする機会が多かった仕事っていうのは、あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンでパフォーマンスをしてた時に、はい、入った時にいらっしゃった先輩の方なんですよね、はい、だからそこが多分一番こう長く仕事として会う機会があったのかなっていう先輩だったんですけど、うんうん、短いスカート履いてね。そうですね。もうハイソックス履いてね、やってましたね。かわいい、こんなウィッグつけてやってましたよ。かわいらしいのをやってて。そうなんですよ。大阪はそれがイメージがあるんですけど、うんうん、あと上京してから私がで最初に香織さんを見てびっくりしたのは、私郷ひろみさんのねバックアップを歌番組でさせていただいたことがあるんですけれども、その時にあの振り付けがしんのすけさんっていう方ですよね、あの倖田來未さん あのバックアップも長いこと務められたイケメンダンサーなんですけど、うん、その方のレッスンに上京した時結構行ってたんですよ、うんうん、行ってて、でなんで上京してきたのって言われて、あ、バックダンサーになりたいんですって言ったら、本当に電話かかってきて、あの今度王さんの振り付けをやるから出てくれないって言って、うん、行きたいですってテレビ局にね、某テレビ局に行ったら、まあ、リハーサル室に、まあ、しんのすけ先生と、あとは男のダンサーの方4名と女性ダンサーが、まあ、私含め4名が来てたんですね。その中に香織さんがいらっしゃって、おお、香織さんだと思って、私上京したてだったので、その時そうだったんだね。心細かった、すごく心細かったので、もう頼もしい先輩がいると思って、嬉しくて撮ったら、もうもちろんのこと上手いのでもう引っ張っていただいていやいやいやっていう印象がね、ある先輩なんですけれども、香織さんちなみに私の大阪時代の印象とかなんかってあったりしますか？まず最初に初対面で会ったのが、はい、何でしたこれ？あ、めぐみ先生だ。はい、めぐみ先生のコレクションの時じゃないかなって思ってたんじゃけど、そんなことはない？いや、それもでも出てました。そうよね。ご一緒だったと思います。そうなんです。で、はい、アスカちゃんの妹だよって紹介されて、あんまり似てないんですよ、姉と。うんうん、そこがね、姉妹なんて全然思ってなくて、で急に紹介されて、姉妹？と思って、
そうだね、もうびっくり。まあ、でもね、結構キャラがね立つというか、うん、面白い。そう、芸人に、ね、子供の時芸人になると思ってたんで姉は。もうダンスも上手なんですけど、うんうんうん、面白すぎて家でもよう笑かされてたんで、うん、うちの姉ちゃんは芸人になるんやって思ってたんです。まあ、そういうねちょっとこう面白い姉ちゃんだったので、多分皆さんのお会いした人の印象には多分アスカっていう姉の印象もすごく残ってると思うんですけど、そういう意味では本当にインパクトの強い姉妹で出す。そうやってこう個性をねこう突き詰める私はタイプだったと思うんですけど、うんうん、なんか香織さんは本当ね、いろんなこうお仕事の幅がやっぱ幅広くいろいろやられてるイメージがあって、まあ、そのテーマパークであったのもそうですけど、バックアップの現場でお会いしたりとか、うんうん、本当になんか柔軟にストリートダンスも多分全然踊れるし、でそのジャズダンスももちろん踊れるし、なんか結構幅広いジャンルだったりお仕事をねされてるイメージがあったの で、ね、うでね、もう有名なあのねイレブンプレイっていうカンパニーにでいるっていうことも、あ、やっぱりなんかこの人いろいろできるなっていうのはびっくり覚えてたので、そんな香織さんのダンサールーツを聞いていきたいなと思っております。はい、香織さんがダンスを始めたきっかけ何だったんでしょうか。きっかけは私一人っ子で。そうなんですね。そうなんです。で、まあ、両親が共働きなのもあって、習い事めっちゃやらされとったんですよ。あ、ね、お家に一人でおらんようにっていうことなんか、うん、なんか算数教室みたいな行かされたり、なんかピアノ行ってみたり、でその中の一個の習い事でダンスっていうのを公民館でその時やってて、あ、そうだ、ちなみにご出身は大阪じゃないんですよね多分。それがね、私広島生まれと勘違いされることが多いんですが、はいはい、本籍はね兵庫県なんです。大阪の病院でポンと出て、で本籍は隣の兵庫県で取られ、なるほど、で小学校まではそこで過ごしてから、はい、転勤で広島に行きまして、中学高校。そうか、うん、そういうことか。そう、なんかねちょっとねこう訛りというか方言がちょこちょこ、あれあれどこの人かなって感じた方もいるかもしれないですけど、そうそうそう、あ、そういうことだったんですね。大阪行って広島行ってのこの訛りっていうことですね。もう全然広島に訛りきってる感じはするけども、あ、であの前後して、いえいえ、そしたら小学校の時の習い事の一つでダンスをその公民館始めてました。はい、でそれがすっごい楽しくて、でちょうどスピードが流行った世代だったので、我々の世代はワワリエンソンのやつだったので、はい、弱火やつや、そうそうそう、はいはい、で小学校5年生6年生ぐらいの高学年のお姉さんたちが、はい、もう自分たちで渡り廊下で真似して踊っとるのを見て、うわ、めっちゃ楽しそうってもすごい思っとって、初めて出た発表会ですごいフリフリの可愛いチュチュみたいな衣装を着させてもらって、テンション上がったんじゃろうね。あ、女の子はねやっぱ本番の発表会のメイクと衣装は女の子はもうすごい嬉しいんですよね、うんうんうん、で大きいステージでみんなに見てもらって、わーって言ってもらえるのが快感だったんでしょう。はいはいはい、はい、ずっとそのまま続けてて、もう覚えてないぐらいの頃をたどると、はいはい、保育園とかにお迎え来てもらった時にすごい名前を呼ばれて、もずっと鏡の前でお尻振っとったよっておばあちゃんとかには言われダンシングベイビーみたいな、ね、それこそダンシングベイビーみたいなことやってたみたいで、なんか体動かすのがもともと好きだったのかも。なんかお父さんお母さんとかすごい音楽が好きとか、なんかその踊りもなんか見せてたとかなんかあるんかな。うーん、お父さんはクラシックが好きで、クラシックまたちょっと系統違うよね。これくらいの棚に CD がみっしり詰まってるクラシックのセットを買ってたぐらい、うん、おしゃれで、本人もビオラとかなんか趣味で交響楽団とか入ってた感じの
弾けてた。おしゃれなお父さんも。そうそう、音楽自体はそういう好きな。好きだけど、まあ、母親もそこまで。ポップスとはちょっと縁遠い感じ、どちらかというと。あ、そうなんだ。そういう感じな気がする。お母さんからいっぱい やらされたっていう感じじゃなく、もう自らやっぱそのスピードの世代だし、うん、スピードの世代だし、好きになっていったっていう、うん、アクターズスクール流行ってたよみたいな。すごい影響力ですね。青春青春。近で広島に行った時が中学生ですよね、確か。中学校。その中学校から広島でスタジオを見つけたんですか。そうなんですよ、はい、まだその当時は携帯電話とか普及してないから、タウンページでダンススタジオって調べて。おお、タウンページなんだ。タウンページ使ってましたね。使ってたの、はいはいはい、私タウンページ使ってた。使ってた使ってた、うん、使ってた。絶対お家にありましたね、あったよね、タウンページ今見んけど。それでそうか、探したんだ。探して、でなんかやっぱりさ、広告がでっかいとか一番最初に載ってるものの方がなんかいいんかなって勝手に思って。子供だしね、まだ分かんないよね、うん、でここがいい、ここに行きたいって言って体験見つけたんだを連れてってもらって、はい、でそこが割と老舗のステップスっていう、うん、あ、ステップス、俺聞いたことあるぞ、うん、有名じゃない、老舗そうですよね、広島の子が見てたら、あ、分かる分かるって感じですよね。絶対分かるぞ、明石先生とかご存知の方、ご存知の方いるんじゃないかな、ご存知の方いたらいいねボタンを押していってください。そこに入って、そこはどんなジャンルを学べるところ。そこはもうジャズのクラスが入りたくって、はい、他にももちろん大人バレエとかタップとかいろんなクラスがあったんじゃけど、私はとにかくジャズダンスがしたくって、はい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 、で入ったら同じような世代の子たちがいっぱいいて、でも今まで公民館でやってきたから、あ、そっか、ギャップが、急にちゃんとしたダンススタジオに行ったんだ。じゃあびっくりしたんじゃない。びっくりした。え、ダンスシューズっているのみたいな。いつも上履きでやってたんで。むしろ裸足とか靴下でやってたから。そうか、これが本当にダンスするグッズなんだと思って、でそこがまたいいところで、はい、あの割とスパルタな感じ、うん、年齢で分けるというよりもなんかある程度のレベルまで行ったら次のクラスに行けるよ、実力を見てくれる。で発表会も2部構成で、1部はミュージカルみたいな演目をやるの。例えばオズと魔法使いみたいな演目をやって、その後第2部であのクラス発表みたいな、衣装も凝ってて、うん、あ、じゃあもうダンスプラスなんかもうすでにその時点でテーマパークに近い要素があるというか、ミュージカルっぽいというかね、近かったかもしれない、ね、そう言われてみれば。ダンスだけじゃないじゃないですか、だってやることが、うん、そこは何歳ぐらいまで通われたんですか。そこは中3だったかな、中学生の間はもうそこで、そこですごい楽しくて、毎週お稽古行って、で一人じゃ行けないとこだったから送り迎えもしてもらったりして。ああ、そうなんですね。いやー、ご両親ありがとうございます。ありがとうございます。ほんと可愛いでしょうね、そら一人っ子の娘がもう転勤そうやって広島までついてきて、まだダンスもね好きなことがあるって言ったら応援したいわ、そら。頑張りなさい、まあ、ね、どうでしょうね。あ、いろいろあったの。まあいろいろありましたよ。まあそりゃね、親はね、ガンガン応援するタイプかと思いましたよ、今聞いてる感じだと。やっぱりさっきも言ったけど、ちょっと対極にいる感じ、そのポップスな世界じゃないところの人たちだったから、はい、練習で夜遅くまで大丈夫なんみたいな。2人とも学校の先生をやってたので、学校の先生、うん、厳しかったんです。あ、そうなんですね。今日はここまで、次回も見てな、ほな。